藤沢市核兵器廃絶平和都市宣言。我が国は世界で唯一の被爆国であり、核兵器廃絶と恒久平和の実現は全国民共通の願いである。しかし、すでに地球上には多くの核兵器が蓄えられ、人類の生存に深刻な脅威を与えている。藤沢市は日本国憲法の精神に基づく国の平和と安全こそが地方自治の根本的条件であることに鑑み、非核三原則が完全に実施されることを願い、核兵器の廃絶と軍縮を全世界に訴え、この人類共通の大義に向かって不断の努力を続ける核兵器廃絶の平和都市であることを宣言する。非核宣言自治体とは、核兵器廃絶や非核三原則の遵守などを求める内容の自治体宣言や議会決議を行った自治体のことです。そしてこれらの自治体が次の趣旨のもと組織されたのが日本非核宣言自治体協議会です。核戦争による人類絶滅の危機から住民一人一人の生命と暮らしを守り、現在および将来の国民のために世界恒久平和の実現に寄与することが自治体に課せられた重大な使命である。宣言自治体が互いに手を結び合い、この地球上から核兵器が姿を消す日まで、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を世界の自治体に呼びかけ、その輪を広げるために努力する。藤沢市もこの協議会の会員となっていて、6月2日協議会設立30周年の記念大会を藤沢市民会館で開きました。被爆地以外では初めての開催でした。この日、多くの人の注目を集めたのは、岸田外務大臣、松井広島市長、田上長崎市長、鈴木藤沢市長によるトークセッションです。そちらの様子、じっくりご覧ください。核兵器の数、最も多かった時、世界中で 7万発のこの核兵器が存在したと言われています。今、現実において、世界には1万7000この核兵器が存在すると言われています。世界中にはですね、核兵器を持っている国、持っていない国、あるいは安全保障においても、この深刻な脅威に直面している国、そうでない国、いろんな国がありますが、いろんな立場の国をこの核兵器の非人道性という認識で結束させる、この世代と国境を越えてぜひ広げていこう、あるいはこの科学的な側面からぜひ深めていこう、こういった取り組みをしている。これが今の我が国政府の取り組みということです。基本はですね、寸分たがず一つであります。つまり今我々世代、戦争を実際知らない世代が多くいる中で、自分たちが戦争してですね、これは大変なもんだと、やるべきではないということをですね、もう一回自分たちの世代で味わう人があるんだろうかと。もう我々のご先祖がですね、味わって二度とこんなことをすべきではないと判断し、その判断した気持ちをですね、自分たちも理解しながら次の世代に伝えるというですね、ことをやりたいんです。その究極の兵器ですね、人を殺し都会を破壊するための究極のですね、兵器をですね、なくすということを皆が同じように願えばですね、そして同じように行動すればなくなっていくはずなんですね。それを人間って忘れてしまうんじゃないでしょうかね。そして抑止するとかっていう、人を脅すことで平和を保とうというようなことについ行きがちになって、その究極兵器がやっぱり欲しくなると、そういう思考をですね、立たなければいけないというふうに思うんですね。キノコ雲の下で何が起こったのかと、キノコ雲の上からですね見る平和論はですね、心に響きません。実際にその下で起こっている
人の道に戻るようなこと、これを起こさないためにですね、何をするかということを為政者の方々が直接自ら考えていただくということを進めたいというふうに思っております。この思いをですね、次の世代にも伝える、そして多くの方々に伝える、核兵器は絶対悪であるということをですね、心に刻んで、そのためのご尽力をですね、多くの方にお願いしていくというのが広島の願いでありますし、対応しておられる長崎市の願いというふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。広島と長崎、コンビで動くこと結構多いんですけど、時々冗談で広島と長崎は広く伝えると長く伝えるのコンビかなとか言ったりとするんですけど、実際広く世代を超えて長く伝えるってなると広く伝えるっていうことで言うと、逆に広島と長崎だけでは伝わりにくいということがやはりあって、広島と長崎がいろんな話をだけがやってると、あれは過去の2つの町で起きた出来事だっていうふうに捉えられがちなんですけども、実際にはそれは今の問題と未来の問題であって、今と未来の問題であって、しかも2つの町の問題ではなくて世界中の共通の共有の問題だっていうことが伝わりにくくなってしまうっていうところがあって、広島と長崎だけではやっぱり力が弱い、そういう意味で被爆都市でない都市でいろんな活動をしてきた町、活発な活動をしてきた町の一つが藤沢市だと思います。藤沢市の鈴木市長からもこれまでの取り組みをご紹介お願いします。我が市では、平和に関する、講演会、あるいは被爆の、写真展、あるいは広島への、親子記者の派遣、また長崎への、子どもたちの派遣、30年間派遣をし続けて約1000人の方がもうすでに行っていただいております。これからも積極的に進めようとこんな考えをしているんですけれど、ただ行って終わりではなくて、また行った人たちをフォローしていく、そういった仕組み作りもしております。公募で選ばれた市民の方が、藤沢市平和の輪を広げる実行委員会というのを作りまして、年に1回とか、いろんな機会をとらまえて、そういう行った方をですね、またお呼びをして、そこでいろいろなまた話し合いをしたりですね、していくと、こんなこともやっております。被爆地長崎の中でも私たちは戦争を体験していない世代ですので、被爆の体験は共有できない、私も体験した人の気持ちがよくわかりますというようなことは絶対に軽々しく言えない、体験は共有できないけども核兵器をなくしたいという思い、核兵器のない世界を次の世代に残したいという思いは共有できるというふうに思います。そういう意味では被爆地じゃない都市の皆さんもと一緒になって取り組むことというのは当然できる、当たり前にできるというふうに思っています。長崎でも被爆者の方たちがずっとお話をしてくださっていました。でところがその果たして体験のない、もう時代が違う豊かになった時代の人たちに通じるんだろうかという思いをずっと抱きながらお話していた。ただそこに高校生であるとか若い人たちの活動が始まってきた時に、あ、伝わってたんだって、今までやってきたことは無駄じゃなかったんだっていう思いを持って、被爆者の皆さんがすごくまた元気に活動を続けられる力をもらったっていうふうにおっしゃってくれたんですね。伝えれば伝わるっていうことなんだろうというふうに思います。そして長崎の高校生たちがいろんな活動する時の合言葉、微力だけど無力じゃないっていう言葉があるんですけども、これはもう本当に私たち被爆教にとっても合言葉であって、続けること、決して大きな力じゃないかもしれないけど、それはやっぱり確実に伝わっていって、そしていろんな人たちが少しずつ変わってくれてる、そして先ほど鈴木市長からお話があったように累計1000人の子どもたちが被爆地を訪れていると、そういったことがどこかで今社会を変える力になってくれてるんじゃないかなというふうに思ったりもします。平和であるためにどうあるべきか、核兵器についてどう考えるか、私たちが藤沢市ですべきこと、役割は？皆さんは今回のトークセッションを聞いてどのように感じましたか？